こんにちは、夏みかんです。ドラクエ10オフライン初見プレイを進めています。ついにキーエンブレムを全部集めました。ということで、こちら夏みかんは全てのキーエンブレムを手に入れた。グレン城下町のフルッカの家にフィーフィの修行の成果を確認しに行こうということで、せっかく駅が使えるようになったので、ここから乗っていこうと思います。この曲さ、すごいドラクエっぽいですよね。というか杉山浩一さんが作った曲って感じがする。ということはですよ、この杉山浩一節っていうんですか、あれでも杉山浩一節ってあんま言わないですよね。糸剣節は言うけど、あれ私の周りだけですかね。ちょっと話がそれだ、話がそれましたけど、杉山浩一さんっぽい曲ってたくさんあると思うんですけど、その新しい曲ってもう生まれないんだって今ふと思ってしまって、ズーンってなりましたね。私一回だけ杉山浩一さんが指揮をされてるコンサート行ったことがあって、もうそれ本当に行っておいてよかったなと思ってます。すごくいい席で、もう指揮されてる姿がめちゃめちゃよく見えるいい席だったんですよ。すごい行ってよかった。ドラクエ4だったんですけど、その時にね、あ、もうこれ全然今やってるドラクエ10に関係ない話してもいいですか。私ドラクエ4の第5章の勇者が一人で旅立った時の曲あるじゃないですか。あれ勇者の故郷っていうタイトルだと思ってたんですよ。でもね、勇者のふるさとだったんですよ。杉山浩一さんが、それでは聞いてください、勇者のふるさとって言った時に、って思って、勇者の故郷じゃないんだって。でも作曲者が言ってるから間違いなく勇者のふるさとなんですよね。ということで、ずっと勇者の故郷だと思ってたっていう話です。あの曲も好きだな。いや、ドラクエ10、寂しいことにもうすぐ終わるじゃないですか。もうすぐネルゲル倒すから、次何やろうかなと思ってるんですけど、ドラクエ3か4？ でもね、8とか11もちょっとやりたいんですよね。ちょっと悩んでます。3か4か8か11。全然絞れてない。全く絞れてないですね。ということで、まあでもその前にね、そもそもネルゲル倒さないといけないからね。いや、めっちゃ強いと思うんですよ。もうネルゲルを倒すだけで2週間ぐらい動画作れそうな気がするんですけど、どうでしょうね。フィーフィー、見て見て、キーエンブレム全部揃えたよ。だから何？私たちはできたんだよ。願って希望を持ってやり遂げたんだよ。遅いな、天才の私には到底かなわないわね。遅い遅い。え？私は天才よ、歴代最強よ。できるのよ、できたのよ。冥王の心臓に負けないはじゃぶね。できるじゃない、できたじゃない、天才だから。できた、できたよ。すごいミーミー、すごい天才。フーラちゃんもすごいよ。いや、フーラちゃんすごすぎますね。ある時は煽り、ある時はこうして褒めたたえ。さすが嫁。当たり前でしょ。歴代最強なめるな。これでいつでもネルゲルとやらをここに向けるわよ。準備ができたらランドン山脈の山頂に来てね。 OK。 ということで、しっかり準備していかないとね。今ね、みんなのスキルを見直そうと思っていろいろ見てたんですけど、このダストンさんの道具倍加術って、これやばくないですか。え、だってさ、消費アイテムの効果2倍ってこれすごいですよね。それとね、あともう一個すごいの見つけちゃったんですよ。これじゃなくて、この近くにある、なんだっけ、あれどこだっけ、あ、これ
道具範囲化、消費アイテムの効果範囲を広げる。これこれさ、範囲を広げるってことはですよ、一個のアイテムの効果が広がるってことですよね。いや、実はこの間のね、クアバルナ戦できついなと思ったのが、マジックポイント不足がかなりきついなと思ったんですよ。途中でマジックポイント足りなくなるから、魔法の聖水とか全体がけできたらいいのになと思ってたわけですよ。これダストンさんそれできるってことじゃないですか。で、じゃあボス戦でハンマー使おうかって言ったら使わないから、ハンマーのパネルを一旦リセットしちゃってこっちに入れるってありかな。あとね、総流打ちもあるんだよね。今まで全く気づかなかったんですけど、総流打ちもあって、ドラクエ8でめちゃめちゃ使ってたんですよ、総流打ち。だから道具倍化と範囲化で回復しつつ、攻撃できるときは総流打ちでガシガシいくみたいな戦い方ができる。その上ハッスルダンスもできたら、もう夏みかんいよいよ退場じゃないこれ夏みかんレギュラー落ちじゃないのこれね。ヒューザさんも見ていきましょう。ヒューザさんはね、もうちょっと威力の高い攻撃があるといいなって思ってて、この辺開けたいな。刃砕きめちゃめちゃ役に立ったね。この攻撃力を削れるのすごい役に立つわ。この辺をちょっと開けて、このハテナ開けてみようかな。よし、ソーレット、これ開けて、さらにここも開けて、さ、ハテナなんだろうね。えい。深刃砕き！あー、スキルポイントが足りない！これ、使ってないとこ、使ってないスキルをリセットしちゃおう。両手剣とか使ってないから、これリセットして5ポイント戻ってきて、あとリセットできそうなのあるかな。一回リセットしちゃいましょうか。一回リセットして、このスキルで使うものだけ取りましょうか。鉄鉱山までは欲しいな。まず刃砕きを取ってからこのスキルを回収しに行こう。鉄鉱山はねめっちゃ重要ですからね。オッケーオッケー、よし、これがあれば今まで通り戦えて、かつ刃砕きはパワーアップしてるという感じかな。オッケー、じゃあ他のメンバーも見ていこうかな。ラグアスくん、この精鋭部隊呼びっていうのがなんかすごい良さそう。自分の代わりにダメージを受ける精鋭部隊を呼ぶってすごすぎるって思ってこれを入れてみました。どれぐらいのターン守ってくれるのか使ってみないとわからないけど、でも回復役として倒れないってすごい大事なことだと思うので、これはどこかで役に立ちそう。あとね、どの武器を使わせるか正直迷ってまして、ロイヤル以外のスキルはあんまり取らせられてないんですよね。フーラちゃん、フーラちゃんはほぼほぼ重要なスキルは取れてるんじゃないかな。あと残ってるのはこう比較的ドルマドンとかそういう攻撃系の術があんまり取れてない感じで、癒しの風系のものはほぼほぼ優先的に取っているので、おそらくボス戦で有効なのはほとんど取れてるんじゃないかなと思う。このスキルアップ銀はこっちの無限の風のところに移しておこうかな。よし、オッケー、レベル3になりました。これで回復量とかもアップするよね。オッケーオッケー。はい、続いてまゆちゃんです。まゆちゃんもね、大事な嫁の一人でありながらなかなか活躍させられてないんですよね。刃砕き持ってましたね。刃砕き持っていて、しかもハッスルダンスもできるじゃん。有能、優秀。これはもうハッスルダンスは取るでしょう。おー、やばいやばい、これ夏みかんレギュラーおうちのカウントダウンですよそれはさておき、いやでも頼もしいね、本当にありがたいな。なんかどの武器を使わせるかが迷うとこなんですよね。補佐役だけはちょっともったいないので、特技を封じる、あ、これも良さそう。魅力的なスキルが多いな。でもスキルポイントが足りない。スキルポイントが足りないな。
まゆちゃん一回ちょっとパワフルスキルをリセットしましょうか。リセットして少し一から考えてみようかな。ハッスルダンスは絶対取りたいから、この辺をちょっと取っていって、 OK、 これでいいですね。そしたら残りのスキルポイントはこっち、あーでもこっちに振るっていう手もあるのか。こっちどんなのか、あ、聖剣爆撃とかあるね。あ、これ素手地攻撃力アップっていうのもあるんだ。あ、これで素手状態の攻撃力を上げればこの聖剣好きとかの攻撃力も上がるはず。じゃあこっちの方がいいのか。刃砕き欲しい気もするけど、出すんだったらまゆちゃんを出すって考えると攻撃もできてくれないとちょっと厳しいよね。あー、これ素手地攻撃力プラス70欲しかったけどスキルポイントが足りない。夏みかんのスキルポイント分けてあげたいよ。夏みかんもね、正直扇以外の武器が定まらなくて、もうスキルポイント貯まる一方なんですよ。扇のねスキルは全部取っちゃったんですよね。ダストンさん、ダストンさんはさっき言ってたあれだ、あの道具倍化とかを取りたいからスキルポイント一旦リセットして、この人はハッスルダンスは絶対欲しいからハッスルダンスを取ろうとするとここまで取らないといけないですね。あとは道具倍化とか範囲化がこの辺にあるからこっち側を取っていく感じか。 OKOK、 これでここ大丈夫かな。これ取って OK、 よし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 。ではまとめると、ダストンさんは道具倍化と範囲化を身につけました。そしてヒューザさんは新刃砕きを手に入れ、ラグアス君はあれだね、あの精鋭部隊呼びに行きたい。フラちゃんはいつも通り今まで通りや頑張ってくれれば OK で、マユちゃんはハッスルダンスを覚えたのでここで全体回復もう1枚欲しいって時に助けてほしいな。夏みかんをレベル50まで上げてハッスルダンスを覚えさせるっていうのもねありなんだけど、一旦これで今の状態で乗り込んでみてどこまでやれるかやってみようと思います。ふふふ、待ってたわよ夏みかんさん。はちゃぶねを呼ぶ準備はできてるわ。本当にこのまま冥王の心臓に行っていいのね。はい、行きます。それじゃ、行くわよ。はぁ、お、あれは久しぶりだな。遠い約束、いや、友情に応えて力を貸してやるとしよう。この子は僕と真逆だな。才能はあるのに思い切りが悪いんだ。失敗することばかり考え、一歩も動こうとしないから、歯がゆい思いをさせられたよ。さあ、我が一族の力、また存分に使ってくれ！エルジュ、いいとこで来てくれた。ありがとね、力を貸してくれて。どうかしら、やっぱりこのスワンちゃんが最高のハジャブネだわ。フィーフィー、よくやってくれました。冥王の心臓へ向かう前に一つだけお話しさせていただいてもよろしいかしら。どうぞ。春じゃなかったフルッカさん。冥王ネルゲルはかつてあなたと父祖エルジュが戦ったレイダメテスより生まれいでし存在と聞き及んでおります。すなわち冥王ネルゲルの討伐は我ら四術師にとっても500年越しの悲願、どうかよろしくお願いいたします。じゃあハジャブネが動くよ、念じて。動けハジャブネ。みんなちょっと前を向いて念じてる感じになってる。
ダストンさんとかも念じてくれてるかな、ちゃんと。どうかお気をつけて、ご分をお祈りしております。オッケー、行ってきます。さあ、ネルゲルと対決だ。まずたどり着くとこから始めないとね。多分簡単に、おーい、早速攻撃してきた。負けるな、頑張れ。あ、なんか光り輝いてる。おーおー、来た不死鳥。いや、やっぱり最後空を飛ぶのはやっぱ鳥ですよね。いけー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。